そもそもその公演というのが3人の振付家のオムニバス公演だったんですけども、そのお二方含め僕も含め3名とも男性の割と世代の近めな30代の振付家の3人が作品を作るっていうことだったので、僕自身がこう手渡せるものって何があるんだろうっていうことを考えましたかね、一緒に作る上でっていうところですけど、あんまりこうなんていうか残りのお二人とかはすごく、作風とかあるいは振り付けの理論とかがはっきりされていたいる二人だったので、何をとっても自分は中途半端かもしれないななんて思って、じゃあ何をできるだろうと思ったら、創作過程クリエーションの時間を豊かにするっていうことをまず目指そうというふうに考えまして、なので、作品に公演日が決まってると作品を作る、まあ、上演するところにまず向かっていくじゃないですか。その一歩手前というか、もっともっと根幹をベースの関係性とか、さっき言っていたような共通言語とかをできるだけ豊かに増やして増やして、でその上で板に立つ上では、その彼女たちにとって新しい舞台への挑み方というのか、あるいは、まあもっと噛み砕いていくと、こう振り付けにがあって安心して踊るっていうことから逃げてほしいなって思ったんですね。なんて言いますか、音楽が決まってて、で振り付けが決まってて、それをこう当てて当てて踊る、その技術精度を高めるっていうのはもうよっぽど得意だし、たくさんやってると感じたので、彼女たちがだったらば、そのもっと手前から、意識であったり、それこそ僕の出会った時の、コンテンポラリーに出会った時の感動のような、動いている中で自分が感じるもの、こう情報として入ってくるものをどんどん受け入れたりとか、それをその影響を借りてまた踊りに表現につなげていくとかということを、伝えるって言ったらおこがましいですけど、そういう考え方とか踊り方をシェアしたいなというのが大きな目標でした。24名いるっていう事実はもう集まったらもうとんでもない情報量になるんですけど、その彼女たちをこう例えば学年でグループ分けするとか、あるいはダンスのルーツもそれぞれバラバラだったので、ある程度クラシックバレエだったりモダンダンス、今はストリートダンス大好きですって、それでなんかグループ分けをして振り付けを手渡すっていうことはしてみたはしてみたんですけど、なんかそのすでにあるバックボーンとか、あるいは年齢の違いとか、そういうものをもっとない混ぜにフラットにして作品を立ち上げたいなという意思があったので、その上でこう引っ張り出せるものは多分それぞれの個性であったりとか、あるいはまあ現在抱えている悩みとか、まあ自分の持ち味って何だろうって迷ってる人はそれをこう知る、あるいは自分はこんなことを感じながら感じたりするのかとか、踊る時にっていう自分自身をこう知ってもらい、それを個性として舞台上に出していくというか、表出させるっていうことを目指しました。24通りで、大きく言うと映像の演出っていうのがもう全く違うところになりますかね。僕自身初めてに近いぐらいなんですけれども、ソロ作品で映像を扱うっていうのはまず初めてですし、カンパニーで創作を行う中でも多分2回3回ぐらいしか経験がないんですよ。基本的にはもう身体を投げ出して、まあ踊って体を投げ出して、で作品を何かこう描き出していくっていうことが多いんですけど、今回はかなり映像を多用しようかなというふうに思ってまして、でっていうのも、まあもともとそういうイメージはあったはあったんですね。その日本女子体育大学の24名の子たちと、創作するっていう前からもうこの「うむ」という作品テーマを、何回もこう形を変えながら、そのテーマに挑んでいくっていうことを捉えようとしてまして、でその上でソロでやるときには映像を扱って、その中での身体というものを考えてみるというふうに思ってました。それは24通りの身体、あるいはまあさっき言っていたような個性であるとか、
その抱えるものとかっていうのをなんとなく僕がお借りしてというんですかね、一回出来上がった30分の作品を僕がまた借りて、あるいはバトンを引き継いでというんですかね、で長編作品に作り変えていこうと思うので、その中で、僕の身体だけでは描ききれないであろう事柄、もうすでに生み出された24名での生むという作品の何かその気配であるとか、あるいはその要素っていうものの、補完といったらあれですけども、その手助けであったりとか、そういうところに、お客さんのイメージ見ている中での意識のこの可能性っていうのを、アシストできるような要素として映像を扱おうというふうに思ったりしています。結構ソロ作品作るの苦手なんですよ僕。できれば一人でも他者がいてほしくって、自分に対して自分で振り付けするのがすごく不得意で、なんかこれでいいんだろうか、これで、正解としようかみたいな迷いがものすごく生まれちゃうんですよ一人だと。だからそれにこう反発するような形で、結構作品の身体、作品内でのソロ作品内での身体はまあ、アグレッシブなことが多いんですけれども、不安だから動いちゃうみたいなことが多くて、でも今回は60分の時間、まあ、たっぷり扱わせてもらえるということと、あと24人の、ダンサーたちのこう事実、すでに踊って作品が生み出されたという事実があるから、今まで以上にどっしりとかなりまあ繊細な身体であったりとか、舞踏とまではさすがに言えませんけども、それぐらい濃厚な身体性みたいなものにもチャレンジしたいなと思っています。